今日の報道するラジオ特集テーマです。阪神淡路大震災21年、伝えるとは。こんな風にタイトルをつけてお送りしようと思います。今日はですね、現場に上田隆之アナウンサーが出ております。はい、早速つないでみようと思います。上田さん、こんばんは。はい、こんばんは。お願いします。よろしくお願いします。今日はですね、兵庫県の南淡路市の国立青少年交流の家というところの中の講堂に来ているんですね。はい。ここで今 1.17 あの日を前に全国防災ジュニアリーダーの育成合宿というのが行われています。全国防災ジュニアリーダー。はあ、そうなんですよ。この防災ジュニアリーダーなんですけれどもね、防災の専門知識を学んだ子どもたち、生徒さんたちのことで、その皆さんを育成しようという2泊3日の合宿なんです。あ、合宿ですか ?2 泊3日。そうなんですよ。で、全国からですね、57人の中学生、高校生の皆さんがこの兵庫県に来ているということなんですね。はい、阪神淡路大震災を知らない世代の皆さんということになります。ね、あれから21年が経とうとしているわけです。私も垂水区に住んでいましたので、神戸市の、はい、まあ、自宅で揺れを感じてという経験はしたんですけれども、その私からすると、この当時まだ生まれていなかった皆さんが一体どういうふうにこの阪神淡路大震災の経験を学んでいるのか、まだ東北から来ている皆さんもいらっしゃいますので、そういった経験がどういうふうに学んで伝えていこうとしているのかというのに私関心あってやってきたんです。はい、はい。で、今はですね、見ますとここ大きな、体育館のような講堂で、ステージもあって大きなスクリーンがあって表示ができるようなところがあるんですけれども、そこにね、1チーム10人くらいのグループが4つ5つできてまして、はい、皆さん車座地面床に座ってですね、真ん中にこう大きな紙を広げて、こうグループワークっていうんですか、みんなで話し合って、これから仮の避難所作りをして、それを体験しようということが行われていこうとしてるんですね。仮の避難所を作る。はい。で、これからですね、ここに段ボールが敷かれていきましてですね、はい、で、今日は皆さん寝袋で寝るそうです。あ、そうなんですか。全国から集まって、はい、南淡路の宿舎で、はい、暖かいお布団の中で寝るという形の、そういう普通の寝方ではなく、今から避難所を仮に作って、はい、本当に段ボールを敷いてそこで寝るという体験をするんだ。はい、そうなんですね。そしてこの試みには地元の近くの小学生も参加して、グループにそれぞれ入ってるんです。はい、で、高校生の皆さんがそのグループのリーダーになって班を決めたり、これからどういうことをやっていこうか、ルールを決めたり、そして避難所を作って体験しようということで、例えば夕食はですね、非常食で済ませるとか、それから今日はもうお風呂も入らないそうですね。ということなんだそうですね。そうですか。で、そのあたり今のところどうなのかというのをですね、阪神淡路大震災のあった神戸市から参加している舞子高校の安田萌さんにちょっと聞いてみますね。安田さん、こんばんは。こんばんは。よろしくお願いします。ここまで、体験してみて、今この避難所作りというのはどんな感じですか？夕食も一緒に取ったりとかして、講義も終えたので、みんなでレイアウトを協力して仲良く考えているところです。で、最初は緊張もしてたんですけど、もう中学生も小学生も一緒に、あだ名で呼び合って仲良く打ち解けて、ちゃんと避難所作りを頑張っています。ちなみに食べたその夕食っていうのは具体的にはどういう内容メニューだったんですか？非常食のカレーと、おかわりした子はふりかけ、非常食用のふりかけとご飯を食べてました。じゃあもう全てそれも非常食。はい、そうです。ということなんですね。非常食だけどおかわりしたんだ。そんな子もいるんですね。はい、だけど非常食を、食べるという経験もね、彼女たちは初めてかと思うんですよね。どんな感じがするんだろう。以前にも
丹波市の豪雨災害の、うん、視察の時に非常食を食べて、うん、みんなで食べてみるっていうのはやったことがあります。あ、そうですか。カレーはあったかいカレーを食べることは今日はできたんですか？はい、今日は温めて食べたのであったかいカレーで食べました。そうか、やっぱりはい、なかなかねあったかいものが震災の時には皆さん手に入らなかったんですよね。平野さんね、簡易コンロをね確保するのが、私も被災者なんですけど、大変でしたね。そうなんですよ、安田萌ちゃん、はい、そうなんですよ、カレーもね冷たいままもしかしたらね、食べなきゃいけないっていうこともあるかもしれないし、うん、そのカレーも届かない状況の時間もあったりするわけですよね、うん、そのあったかいっていうことをなんか感じたかな、どうでしたかね、食べてみて。やっぱりご飯もカレーもすごいしっかりした味だったし、いつも食べてるカレーと変わらないし、あったかいしっていうのがあったので、すごい避難所とかでこれが食べれたらありがたいことだなっていうふうに感じました。そうだよね、まあ、そのあたりですね、今度 3.11 の東日本を経験している岩手県の釜石東中学校からですね、来ているのが佐々木ゆきめさんなんですね、はい、中学の2年生で、彼女はそのあたりを体験してどうなのかというところをちょっと聞いてみたいんですけれども、はい、佐々木さんこんばんは。こんばんは。ですね、ちょっと聞いていきたいんですけど、今日実際にそのあたり経験してみてどうですか？私と避難所で当時生活したことがあったんですけど、今日食べたご飯はなんかカレーで、しっかりあったかかったんですけど、その日当時はやっぱりそのちゃんとしたご飯とかがなかったので、その時よりちょっとこうなんかライフラインっていうかがなんかちゃんとしてる感じがしました。今このここの行動で仮設を作ろうという皆さん取り組みしてますけど、そのあたりここまでのところで体験されて実際との違いとかはどうですか？やっぱり電気が通ってなくて夜はすごい暗かったので、あと電気通ってないのでエアコンとか暖房もあまり多くつけれなくて寒かったんですけど、でも毛布とかもまだ支給来てなかったので、なんか新聞紙とかをかけて寝たりしてました。どうでしょう、そうするとここの方がやっぱり随分いい環境ではあるのかな？環境はすごいなんか整ってると思います。そうだよね、という実際との違いは、はい、ね、あるとは思うんですけれども ね、 そしてやっぱりね、当時どうだったか聞いてみ、うん、はい、ぜひぜひお願いします、うん、あ、聞いてみようと思うんですけれども、はい、地震が起きた時っていうのは佐々木さんはどちらにいてどういう感じだったんですか？私が今いる東中学校と隣接していた宇野住まい小学校の校舎の中で授業を受けていました。そして揺れが来て、その後どういうふうに避難をしていくことになったんですか？その時に宇野住まい小学校は3階まであったので1階3階まで逃げたんですけど、当時のその東中学校の中学生が逃げてるのが見えて、やっぱり高台に逃げた方がいいんじゃないかっていうことになったので小学生も一緒に逃げました。小学生も中学生と一緒 にさらに3階よりもさらに高い高台に。はい、そうですね。実際にその後その3階部分っていうのはどうだったんですか？結局よく写真とか出回ってるのだと、なんか先生の車が窓に突っ込んでるようなところなので、3階にいたら多分助かってなかったと思います。という経験をされているんですよね。そして 今なんですけれども、今現在はどういうお住まいなんですか？私は仮設住宅に住んでます。まだ仮設住宅なんですね、うん、復興住宅っていうのは進んでいってますか？釜石市は本当に一部分だけですけど、少しずつできてきています。
今あの仮設住宅に暮らしているということですけど、仮設住宅ってそんなに長く住むように作られてはないと思うんですよね。その今の状態っていうのはどうですか？はい、私が仮設住宅に入ったのは2年前なんですけど、その時で耐久性がある時期は3年から4年と言われてたので、あと 1,2 年しか持たないと。こう聞くといかにこう復興を急がなきゃいけないのかっていうのを感じてしまうんですけれども、あのそういう体験をされてる釜石からもこう中学生の須崎さんがこうやってやってきて、こうみんなと情報を共有しようというふうに今日取り組んでいるんですね。はあ、あの釜石の佐々木さんが今私たちに話してくださったようなね、当時の状況というのをその他の地域の人たちに伝える役割もしてくださっているんですか？そうなんですよね。あのそういったところでこの合宿の目的というのはなんですけれども、うん、あの防災の知識をただ身につけるというだけではないんですね、うん、あの阪神淡路大震災、そして東日本大震災で得た教訓、これを共有しようということも大きな目的なんです。阪神淡路大震災からもう21年が経とうとしていて、そして東日本大震災からは3月で丸5年ということになりますけれども、時間がこう経ってくる中、教訓を風化させないことが重要になってきています。そこで今日のこの合宿の中では、震災の教訓をどういうふうに生かしているのか、また防災にこのどういうふうに取り組んでいくのかというところで、各学校の皆さん、生徒の皆さんたちがこう課題を発表し合う、そういった時間が午前中にあったんですね。これが分科会ということになります。はい、あの今の釜石のね、はい、佐々木さんのようなお話は本当に貴重だと思うんですけれども、こういうのをその同年代の中学生、あるいはまあ高校生、小学生に話を佐々木さんがするとちゃんと伝わっていってるのかな、どんなふうに佐々木さんは実感できてるんでしょうかね。佐々木さん、そのあたりね、今日あの分科会でどう経験されて、どういうふうに感じました？分科会では、写真などを使って、説明したりしたんですけど、やっぱりその口とか写真だけじゃ伝わらない部分もあるので、全部なんか理解なんかできてないような説明をしてしまったのもあります。伝えるの難しいんだ、佐々木さんでもね。そうですね、それでもそういう写真を見てもらって、うん、みんなのその聞いてるみんなの感じっていうのはどういうふうに見られました？なんかやっぱりその震災とかそこまで多くなんかあるものじゃないので、なんかやっぱりなんかそうだったんだみたいな、なんかそういう雰囲気で今日は分科会をやらせてもらいました。やっぱりみんな貴重な経験をしてるんだなっていうことは分かってもらえたように思えたかな、はい、ということなんですね。その今度はですね、あの分科会の様子、少しあの音で、お聞きいただこうと思うんですけれども、はい、まずはですね、高知県から参加している学校があるんです。あの高知県は南海トラフの巨大地震が想定されますので、そこの中の須崎市の須崎工業高校が分科会で発表した様子をお聞きください。須崎市は高知県の中部に位置し、太平洋側に面しリアス式海岸でできた良港があります。南海と南海地震が発生した場合、最大津波25メートル、津波到達時間25分と予想されています。先輩たちが残したもの、これまでの取り組みを紹介します。須崎市妙見町地区の津波緊急避難道に大津波緊急避難路の看板を設置しました。折りたたみリアカーの製作、移動式ソーラーライトの製作、耐震診断ポスターの製作などにも取り組みました。はい。はい、あ、今のが須崎工業高校の分科会での発表の様子だったんですけれども、その須崎工業高校からは中山仁さんにここに来ていただいてます。中山さん、こんばんは、よろしくお願いします。よろしくお願いします。高知県はですね、この南海トラフの巨大地震が来るというふうに、まあ、言われてますけれども、このまず学校の場所っていうのはどのあたりなんですか？海から近いんですか？
通学路、学校に行く通学路の坂を降りるとすぐに港なので、位置的には距離的にはすごい近いと思います。学校自体は高いところにあるんですか？学校自体は、30メートルの高台に位置しています。そこはこう想定される津波って、それでも30何メートルの津波が来るかもしれないと言われているわけですよね。そういう大きな津波が来た場合はどういう状態になるというふうに皆さん思っていらっしゃるんですか？今、耐震工事など補強の工事が入っているので、実際津波が来てももう少しは持つかと思われています。でも地域住民たちが、避難してくるので、もっと広く位置を確保しないといけないと思っています。須崎工業高校は、地震が起きると地域の皆さんの避難所になるんですね。はい、緊急避難場所として。そういったところ、こう普段から その地震や津波に対する意識っていうのは中山さんはどうですか？学校にいるときはやっぱり高いので30メートルあるので少し安心しているのですけど、須崎市自体が、地盤が低い土地なので、やっぱり最大、できるだけ早く避難路へ行ける道を把握しているようにしています。中山さんはそうですけど、周りの皆さんとかはどうです、意識は？学校としても、その避難への活動は積極的に取り組んでいるので、みんな意識的には高いと思います。ご自宅の場所っていうのはどんな高さのところです？海からは離れているんですけど、後ろに山などがあるので土砂崩れなどが心配です。そういった場合は、ご自宅にいた場合も学校に行くようになってるんですか、中山さんは？家族で決めているのは、正面の山に逃げるようには決めています。それでも土砂崩れがの恐れがあるってなると、こう山の場所とかもこうちょっと心配ですよね。どういうふうに決められてるんですか？あまり確信はないのですけど、竹やぶならあまり崩れないと聞いているので、親に。なので竹やぶのある山に逃げるように言われています。はい、中山さんはまずそのこの防災の今回の合宿、どういうふうに、どうしてこう興味をまず防災に対して持つようになったんですか？地震や津波などの自然災害は、なくなることは必ずないので、せめて最低限に被害を抑えたいと思って、もっと学ぼうと思って参加しました。そういう人っていうのは、同い年ぐらいの子たち、皆さん生徒さんたちの間に大勢いるんですか？やっぱり講師の方などが、お話に来てくれるんですけど、同級生は話したり笑ったりしているところが多いんですけど、やっぱりそういうのを見ると、まだ意識的には浸透してないんだなと思うことがよくあります。今回この分科会で発表をしてみて、皆さんのこう様子を見てみて、どういうふうにお感じになりました？やっぱり今回発表した学校は、僕たちの学校より被災地へ行ったりもされているので、やっぱりその発表しているときにうなずいてくれる人が多かったりして、分かってくれているんだなと思いました。でもその実際に今度は逆にその体験をしているような皆さんから、同世代の皆さんから話を聞いて、そのあたりどういうふうに思いました？こんなにひどいことなんだと、本当に日本で起きたことなんだと思ったんですけど、いや多分実際に被害に受けた方は僕の思っている何倍もの気持ちを持っていると思っています。そうなんですね。はい、という須崎工業高校の中山仁さんのお話でした。そして分科会もう一つちょっとご紹介したいんですけれども、次はね、福島県の福島西高校の分科会での様子なんです。福島西高校の皆さんはですね、分科会で福島第一原発事故の後に、様々な不当な扱いを受けたことがあるという調査結果を発表しました。その音をお聞きください。避難民の宿泊を受け入れ拒否されることがありました。タクシーの乗車も拒否されることがありました。またトラックやトラックドライバーが被災地への立ち入りも拒否されることがありました。
野菜などの出荷量は依然と変わらないが価値が下がりました。観光客が1000万人ほど減少しました。具体的な、ね、話をなさったんですね。そうなんですよね、うん、福島西高校からは市川隼人さんに来て、もらってます。市川さん、よろしくお願いします。よろしくお願いします。はい、市川さん、この原発事故の影響についての音今お聞き してもらったんですけど、そのこれは どうやって自分たちでこういう情報を調べたんですか？親の知り合いや僕自身の友達からそういう話を多く聞くことがあったので、それをレポートにまとめてみました。じゃあ身近にそういう、まあ、辛い思いをされた経験がある人がいたということですか？はい、結構多く話を聞きました。どれぐらいの人がいました？身近な人数でも 5,6 人はいました。ご自身ではそういった経験はどうです？嫌がらせのような経験はないのですが、旅行先などで出身先を聞かれて福島っていうと、ああ原発事故の福島かっていうように、必ず原発の話題は出てくるようになりました。やっぱり皆さんそういうイメージで持たれてしまってるんですね。放射線量の話も少し中でされてたんですけど、そういった情報はどういう方法で知るようにしてます？福島のニュース番組では天気予報や降水量の紹介の後に今日の線量というコーナーがあって、それで各地方の放射線量を知ることができます。ということはニュースなどで必ずそういった情報が見られる状況にあるんですね。はい、毎日見ることができます。そういった状況に暮らしているということについてはどういうふうに感じてます？放射線については今すぐに自分の体に影響がないということなので、この先の将来で何らかの影響があるかどうかとても不安です。周りの皆さんもそういった感じですか？はい、親も子どもの体の影響についてとても心配しています。やっぱりそういうもう健康のことを皆さん気にされてるんですね。なんか除染の結果の下がる線量の下がる割合みたいなことも中で触れてましたけど、そのあたりについてはどうです？あんなに一生懸命除染をやってくれてるのにあまり効果がないものもあると聞いて少し残念に思いました。あとその避難所での今日は避難所シミュレーションしますけれども、生活っていうのは福島では経験市川さんはされたんですか？いや、僕自身は家にはそんなに被害はなかったので避難所経験をしたことはないです。今日こういう経験を今しようとしてみてどういうふうにお感じです？はい、まだ経験したことがないので楽しみなこととこれからちゃんと学んで帰りたいっていう気持ちの2つです。それと分科会の中で避難所で役に立ったものと役に立たなかったものがあるんだっていう発表を具体的にされてたんですけども、その内容ちょっと教えてほしいんですけど、どういった感じですか？避難所で役に立つものについては、食事の面でいうとお菓子やラップ、暮らしの面でいうとランタンや毛布、コンパクトラジオ、衛生の面でいうとウェットティッシュやおむつ、生理用品、マスクが必要であることが分かりました。不必要なものについては千羽鶴や寄せ書きは市役所などにあるととても勇気をもらえるのですが、避難所では実用性がないので必要ではないと分かりました。古着についてもあまり利用する人がいないので必要でないと分かりました。旧式やヘルツの異なる電化製品も使用することができないので避難所には必要ないと分かりました。というかなり現実的でも具体的にこういう調査をして、発表していたんですけども、そのあたり水野さんちょっと今聞いてみてどう思います？私ね、今市川さんに伺いたいなと思いましたのはね、市川さんが受けた被害は目に見えない被害が大きかったと思うんですよ。いろんなものを奪われたってお話、はい、具体的にさっきしてくれましたけれども、特に将来の影響というのは一番目に見えないですよね。で、はい、目に見える形で今日避難所体験なさるのもすごく意味があると思うけれども、目に見えない不安をどうやって他の県から来たその学生さんたちに伝えていらっしゃるのか、それは伝わったと感じていらっしゃるのか、そこを教えてもらえませんか？
目に見えない被害でもホールボディカウンターやエコー検査といって、うん、最新の機械で調べることができるので、そうですね、数字は出ますよね。数値では安心することができます、はい、うん、ただ将来の影響というのを不安だって市川さんもそうだし周りの人たちもそうだって言ってましたよね。そこの将来というのは一番目に見えにくいかと思うんですね。はい、うん、そのあたりのところを他の地方から来た人たちにどんな風に伝えますか。やっぱり将来何らかの病気にかかる可能性があるので、いやでも今自分たちが受けた放射線量ではそんなに重い病気にかかる心配はないので、うん、はい、そんなに心配することはないと伝えました。あ、そうなんですか。そこは本当に、ね、揺れる気持ちが、まあ、伝わってきますね。福島の被害はまた他の地域の被害とは違いますからね。それをそうですね、うん、他の人たちにどう伝えるかね。なかなか難しいところがある中、いろいろこう数字を示したり努力をしているという感じでしたね。はい、そうやって分科会ではいろんな全国から来た高校や中学の皆さんの発表があったんですけれども、はい、それを神戸で受けて聞く側だった舞子高校の安田さんにちょっと感想をお聞きしたいんですけど、全国の皆さんそういった発表を聞いてみてどういうふうにそのあたりの、まあ、感想といいますかどういうふうにお感じになりました。全国の皆さんの分科会での発表を聞いて、あれ聞こえてます？はい、音が聞こえない。大丈夫ですよ。はい、はい、あ、聞こえました。はい、あ、大丈夫ですか。はい、はい、大丈夫。全国の皆さんの分科会での発表を聞いて、うん、はい、安田さん、舞子高校の安田さんはどういうふうにお感じです？私と同じ年とかの人が自分は経験していないことを経験しているし、でそれをなんか私たちは舞子高校環境防災課として伝えていく側なんですけど、やっぱりもっとニュースとか新聞とかを読むだけじゃわからないような、その文字数に収まっていないこととか、その人たちが感じた一つのエピソードとかをすごい受け止めて、ちゃんとそれをもっと多くの人に発信できるようになりたいなっていうふうに思いました。はい、今安田さんの口からですね、環境防災課という言葉が出てきましたけれども、はい、阪神淡路で被害を受けた神戸市ではですね、兵庫県の垂水区、神戸市垂水区にの兵庫県立舞子高校、ここに環境防災課という課ができました。ここで特別にこう防災について学ぼうという皆さんが集まって勉強をしてるんですね。まあ、当時のことを思いますと、まあ、私自身もそうやって、地震の経験はしまして、まあ、例えば3ヶ月ガスが来なくて使えなくてお風呂入れなかったとか、まあ、電気が来るまでに少し時間かかって、まあ、でも、まあ、それでも電気は復旧が早かったので比較的それで助かって、なんとか電気だけで毛布にくるまって、冬でしたからね、そういう経験を、まあ、私もしたのはしたんですけれども、やはりより辛い人、より大変な人がいるということを思うと、なかなか自分の経験をもう話さなくなってしまってるなというふうに感じていたんです。私の経験よりもっと辛い方がいらっしゃるから、私なんかが話すのにはふさわしくないわっていう方は多いですよね。まあ、家が燃えてしまった人や、やっぱり親族を亡くされた方って大勢いますよね。で、そういった方に比べるとと思ってしまうと、なかなかそういった経験って話せなくなってしまう。で、そういった中でこういった経験、小さな経験が果たしてどういうふうに役に立つのか伝わるのか、そういったところにも関心があって、こういった安田さんのような震災、阪神淡路大震災の後に生まれてきた皆さんはどういうふうに感じているのかっていうのをですね、ちょっと聞きたいなというふうに今思ってるんですけれども、舞子高校の安田さんなんですが、こうどうしてこう舞子高校の環境防災課に阪神淡路の経験をされてない安田さんがこう入って学ぼうというふうに思ったんですか？私の姉は2歳の時に阪神淡路大震災で被災しています。で、2歳っていう年なのであまり記憶とかは残っていないんですけど、私が小学校4年生の時に四川大地震の募金活動をしていると、なんか姉がニュースを見て怖がっている姿を見たのと、
視線を自身の視線の場所がどこかわからない小学生にとっては、お金を入れる意味がわからないって感じで、お金が全然集まらなくて、で現地の人にも姉にも何もできないなっていうのを感じて、で私にとってすごい憧れのお姉ちゃんだったんで、そのお姉ちゃんの心のケアができるようになりたいなっていうふうに思って、環境防災課に入りたいと思いました。はい、お姉さんが安田さんは6つ年上なんだそうですね。で、2歪の時にその阪神淡路の震災があったと。でそういうことってどこかやはり人間記憶に残ってるんでしょうかね。やはり地震の情報があったり揺れたりすると辛い思いをご本人されてるというのをずっとこう気にして、今まで安田さんは妹としてそれを見て暮らしてきてたと。そんな中中国での地震を見て募金活動されたんですけれども、やはりもっともっとこういった情報が伝わるように自分で伝えられるようにしたいというふうに感じて、この舞子高校に小学校4年生の時にもう入りたいと思ったということなんですよね。早くないですか？でも小学校4年生の時からお姉ちゃんに何かできるんやったらいいなって、すごい自分の中で自分には持ってないものをお姉ちゃんはいっぱい持ってたっていうふうに思ってたから、お姉ちゃんに何ができたらすごいいいことなんかなって思って入りたいなって思ってました。舞子高校のこの環境防災課のことはどうやって知ったんですか？その現地の人にも姉にも何もできないっていうその悔しい感じの気持ちを、当時の保健の先生に話したら、保健の先生の家の近くに舞子高校があって、で保健の先生の子供も舞子高校の普通科に通ってて、で高校生でも現地に行ったり、心のケアとかの勉強をしたりしてる学校があるよっていう風に教えてもらったから、小学校4年生の時からあもう絶対そこに入るっていう風に決めてました。はい、阪神淡路大震災を経験していない世代っていうのはどうやってこう安田さん自身は受け継いでいこうというふうに思ってます？阪神淡路大震災を経験していない私たち学生が偉そうにっていうふうには多分思われるかもしれないんですけど、阪神淡路大震災を経験した人ももう神戸には地震が来ないって思ってたりとか、なんかもう自分が生きてる間にはって思ってる人もいるから、そういう人と次の世代は私は同じなんじゃないかなと思ってて、だから、震災を経験したとか経験していないとか関係なしに、経験した人からもたくさん話を聞いて、いっぱい本も読んだりいろんな講義を受けたりとか、あと東日本の被災地の方とも交流したりとかして、自分が知ったことを全部伝えていけたら、阪神淡路大震災をまた語り継いでいけるんじゃないかなっていうふうに思ってます。安田さん、水野さんいかがです？ラジオネーム羊さんっていうリスナーの方がね、こんなメールをくださってね、羊さんはですね、まあ、大人の方なんですけど、子どもたちに震災について話す機会があったんだけれども、その時に子どもたちから怖いというイメージばっかり伝わってくると言われたんですって。で保護者の中にはもうそんな怖い恐ろしい話しないでくれという人もいて悩みましたっておっしゃってるんですね。はい、まあこういう方もいらっしゃるでしょう。そりゃこの怖い話なんか聞きたくないとかね、そういう反応する人がまあ萌さんの近くにいた時に、萌さんはどんな風に伝えますか？特別支援学校に防災教育に行かせてもらった時に、阪神淡路大震災の写真を見て怖いって言って逃げてしまった人がいて、私はそれを見て伝えることってすごいむごいことだなっていうふうに思ったんですけど、でもそれが多分その子の怖いっていう気持ちは生きるために逃げようっていう気持ちと多分同じだったと思うんで、その子にとって多分その時は辛い思いさせてもらったけど、その子は多分自分が災害にあったら自分の意思で逃げれるなって思ったから、はあ、そうか、伝えるときは、そうですね、私も傷つくし、伝わってる方も傷つくけど、はい、もっとちゃんとリアルを伝えないといけないなっていうふうに思いました。はあ、リアルな怖さはもう覆いかぶせてね、こう、まあオブラートに包んで、うまいこと優しい伝えてよっていう考え方の人はね、私はいると思うんだけども、安田萌さんはそうじゃない、はい、本当の怖さを知ることが生きる力に
なるんやっていう、そういうことを実感しはってんね、彼女は。はい。はあ、そうなんですよね。はい。うん、はい、そしてそういったやっぱ体験を、実体験を実際にお持ちの釜石東中学の佐々木さんにそのあたりちょっと伺ってみたいんですけど、ね、今のお話、はい、まあ、辛くて聞くのが大変な人たちとどうやってこう情報を共有していこうというふうに思われます？ちょっとなんか違うかもしれないんですけど、いまだにその震災の心のケアができてない人とかもその釜石にすごいいて、はい、でなんかその人たちの話を聞いたりしていると、そのすごい辛そうに喋ったりもするので、なんかやっぱりその人それぞれのなんかその受け取り方もあるんだと思うんですけど、やっぱりなんか後世に伝えていくにはそのしっかり情報っていうか記録を伝えていかないとダメだと思うので、うまくこうオブラートに包んででもいいから、うん、情報を伝えていけたらいいと思っています。釜石に、まあ、私たち被災地以外の人間が行ってね、はい、話聞かせて聞かせてって言ったとしたら、そのことは被災地の皆さんにとって今どうなんでしょう。それは、傷をね、こう触って痛みを強くすることなのか、それとも逆なのか、佐々木さんはどう感じますか？そのあたりどうですか？東中学校でも、震災に遭った方に講師として来てもらって話を聞く時もあるんですけど、その自分とは違う立場で震災を経験している人とかだと、まあ、辛そうな時もありますけど、やっぱりなんかこう話した後はなんかやっぱり話してよかったなみたいなこうコメントとかをもらうことも少なくないので、やっぱりとなんか話をなんか聞いたりすると、うん、なんか話した方も多分なんか心のなんか重い感じとかも取れるんじゃないかなとは思います。そうなんだ、話した後話してよかったと思ってくださる、はい、そんな関係性で、ね、中学校の皆さんが話聞いてらっしゃるというのはなんかものすごく大きな希望を感じましたね。そうですね、はい、まあ、心のケアの問題、まあ、もっと進んでほしいなというふうにも今聞いててちょっと思ったんですけれども、はい、このですね、阪神淡路大震災の後で、兵庫県立舞子高校にできた環境防災課の課長の和田先生にもですね、お越しいただいてますので、その和田先生に少し話を聞いてみたいんですけれども、はい、和田先生よろしくお願いします。よろしくお願いします。この環境防災課ができてもう どれくらいになるんですかね。今年で14年目になります。14年目。先生は何年いらっしゃるんですか？舞子高校で19年目になります。あ、そうですか。この環境防災課を目指す生徒さんっていう生徒さんの数っていうのはどうなんですか？できた当時から、まあ、一定して希望者がいます。そしたらこう震災から時間が経ってきつつありますけれども、こうそこで数が減ってしまうようなことは今は起こってないと。そうですね、防災についての関心は高まっているようですので、ずっと維持しております。志の高い皆さん集まってくると思うんですけども、こう阪神淡路をどう伝えていくかというところで、もうこうその時には生まれてなかった子たちが今入ってくるようになってきてますよね。そのあたりどういうふうに伝えていこうというふうにお感じです？はい、確かに21年目を迎えますので、それを経験した高校生というのはもう今いなくなりました。ですから自分の体験として伝えることはもう今不可能になっています。体験してないから伝えることができないということを認めてしまうと、もう完全に風化してしまう。誰も喋れなくなる時が来ると思います。
ですから体験していない今の若い者たちがいろいろ学んで、それをさらに若い世代に伝えていけるいくことができれば、どんどんつながっていくのかなと思っています。そうですね、和田先生、そのあたりの、どういうふうにその10代の人に伝えたら伝わるというか、10代の人たちの心に響くもんなんですか？やはり考えているのは、このような合宿でですね、実際に被災にあった同じ世代の方の話を聞くというのはとても大きいことだと思います。大人より同じ世代の人の話聞くのが響くんですか？そうですね、私たちの生徒もですね、いろんな人から話を聞くんです、もちろん大人の素晴らしい人からも話聞くんですけれども、話が下手であってもやっぱ世代の近い人から聞く話っていうのが印象が強いように思います。それは一つ大切な視点かもしれませんね。自分だったらどうなのかって置き換えやすい、想像力がこう働きやすいっていう部分があるかもしれませんね。そうですね、やっぱり人事じゃなくて自分のこととして聞くことができて、素直に入りやすいんだと思います。そうか、ということはやっぱり伝えるために若い世代をたくさんこう、ね、伝える人として育っていっていただかなきゃいけないということにもなります。上田さん。そうですね、はい、はい、情報や体験談を共有することも素晴らしいんですけども、そうやって誰から誰に伝えるかというところに非常に今皆さんこだわってやってる、同世代にこだわってる、そしてここでは常に自分でする実践をどういうふうに持つか、でそしていろんな今でもその仮設や、避難所を皆さんシミュレーションしているわけですけども、その都度どんな問題が発生するかわからない、そこでどうやってみんなで合意を形成して問題を解決していくのかということをやってるんですね。そうか、実践してなんか身についていくっていう、そういうやり方も一つここから学ぶべきところですね。体を動かすわけですね、はい、合宿で、そして同じ世代と語り合うと。そうですね、なるほどね、はいはい、ですので皆さんこの体験を今度持って帰ってどういうふうに伝えるのか、他の生徒さんたちにどう伝えるのかっていうのを課題に持って帰るというふうに思われます。はい、上田孝明アナウンサー淡路島から皆さんにお伝えいたしました。皆さんにどうぞよろしくお伝えください。はい、皆さんどうもありがとうございました。ありがとうございます。ありがとうございました。